皆様こんにちは。2023年5月の4日、ゴールデンウィークも後半に差し掛かりました。桜が満開の北海道です。今小樽に向かっています。今日はですね、鉄道の歴史を感じながら小樽を歩いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、何度見ても銭箱からアサリの間の海の景色は本当最高ですね。今日はお天気も良さそうなのでウォーキングに適しています。ぜひですね、全面展望を楽しむでしたらこの721系の列車乗ってください。ちょうどレールと海の景色を楽しめる側の方に窓がありますので、すごくいい景色を楽しめます。今右斜め前に見えてますのは恵比寿島です。私あそこ一度歩いて行ってみたいんですよね。前へ行こうとして断念しちゃったんですけど、あそこ踏切もついてて島に渡れるようにもなっているので民家もありますしね。いや、どうやって行くんだろうっていつも思ってます。一度行ってみたい場所です。さあ、今日の予定なんですけども、小樽築港駅に降ります。そして小樽駅の方まで歩いていきます。その中で鉄道の歴史を感じながら歩いてみたいと思います。旧手宮線のレールの上とかも歩いてみたいですね。あと、その旧手宮線の行く先に小樽市の博物館がありまして、今日蒸気機関車が動く日なんですよ。なんと北海道で一番最も古い蒸気機関車が今動態保存されているんですね、小樽に。それが今日動くということで、楽しみです。さあ、話してる間に小樽築港駅到着しました。721系を見送りましょう。余談なんですけれども、ゴールデンウィーク中とあってものすごい車内混んでたんですよ。 150% ぐらいの乗車率あったと思います。小樽築港駅で結構降りましたけどね。さあ、着きました。小樽築港駅です。さあ、ここからですね、歩いて小樽駅の方までちょっと散策してみましょう。鉄分多めで、お送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、2023年5月の4日、ちょうどゴールデンウィークの後半になってまして、もうね、花粉がすごいんですよね。私、白樺花粉でして、もろやられております。風が強いね、海辺は。もうね、くしゃみが止まらないんですけど、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。小樽築港駅に隣接しているこのウィングベイ小樽なんですけど、確かこの辺に観覧車ありませんでしたっけ。ちょっと久しぶり来たんでなんかわかんないんですけど、あれなくなったのかな。はい、このウィングベイ小樽ですね、ホテルにスポーツクラブ、そして映画館、ショッピングセンターとすごい大きな施設になってます。で、右手は海岸線が広がっていて、ヨットハーバーなどもあってですね、すごいおしゃれなんですよね。はい、ちょっと鼻声ですいません。さあ、いい景色ですね。今日は小樽築港駅から蒸気機関車が動態保存されている総合博物館まで歩くんですが、その道のり5キロありました。この時点で、今歩いてる時点では気づいてないんですけれども、まあ、5キロというのを知らないで歩いてた方が気楽かもしれませんね。小樽ってすごく広い感じがしたんですけれども、小樽築港南小樽小樽駅と5キロの間に3つも駅があるってことですよね。まあ、コンパクトといえばコンパクトな街なんですね。意外でした。あ、まず着きましたね。第一チェックポイント、小樽といえばやっぱり新倉屋ですね。ここのね、団子が大好きなんですよ。小樽車とかで来たら必ずここ寄るんで、まず寄ってみましょう。さあ、中入ります。新倉屋の店内、目移りしてしまうぐらいいろいろなものが売ってたんですが、歩いて食べながら行けるように2種類の串団子を買いました。はい、ここはですね、南小樽と小樽築港の間にあるところなんですけど、見てください皆様、高さ制限 1.7 メートルしかないんですよ、ここ。
めちゃめちゃ低いですよね。ここ多分北海道で一番低いとこじゃないかなと思います。ね、間もなく列車が通りますので、ちょっとこの迫力を感じてみましょう。すごいですよね。こう下にいてもいいんですけど、下にいるとすごい音するんじゃないかなと思うんですよね。だ、車もですね、ゆっくりとこうバウンスして頭が使えないようにゆっくり走行していきます。お、列車がやってまいりました。すごいですよ、こんな間近に見ることができます。迫力ですね。とせっかくなんでちょっと下くぐってみたいと思います。いや、すごい。僕もね、僕の身長だとこうジャンプすると頭これ絶対届きますよ。これすごい。手伸ばしたら、手伸ばしたらつくんじゃないかな。あ、もうね、手伸ばしたらついちゃいますね。うわ、すごい。すごいですよ、こんなに近いとこ初めて通りました。多分北海道で一番ですよね、こんな低いとこね。さあ、先ほど買ってきました2位くらいの団子、ここの橋の上で食べたいと思います。もう一番推しですね、これ私の。あんこ、これ最高です。今日季節限定で草団子を売ってたんで買いました。1個ですね、ちょっと形が崩れたんで先に食べてしまったんで2つしかありませんけど、美味しかったですよ。小樽実行の隣駅、南小樽駅着きました。もうちょっと歩きます。はい、着きました。手宮線跡です。1880年小樽の手宮から札幌の間が開通したんですよ。今から153年前なんですけど、これですね、見ていただければまだね、あるんですよ。これ鉄道の跡まだ残ってるんですよね。すごいですね。向こう側に今走っているところのレールにつながってるんですね。いやー、すごいですね。ちょっと歩いてみたいと思います。手宮線のレールがまだ残ってるんですね。じゃあちょっと歩いてみましょう。特に通行禁止ではないのでレールの上も歩いていいと思いますね。ごめん、すごいですね。なんか歴史を感じますね。すごい。ここに昔レールが、このレールがあったので列車が走ってたんですよね。すごいな。踏切も残されているんですね。当時の踏切ですね、これすごいな。手宮線の列車に乗った気分を味わってみました。少し倍速で再生することで手宮線の全面展望を見ている感じがしますね。まさに全面展望ですね、これ。列車の運転席で座ってる感じですね。
あ、これは当時の車止めでしょうか。すごいですね。あ、ここからレールが2本になってます。さあ、着きました。鉄道博物館ですね。お、すごい回転台がある。いきなりすごい。さあ行きましょう。今日はなんか SL が走るらしいので行きましょう行きましょう。はい、入りました。400円で入れるんですね。すごい安い安い。しかもですね、今1時20分なんですけど、1時半から SL が走るということで、すごい楽しみだな。ここ走るのかな。すごいな。楽しみです。あ、なんかいろんな列車展示されてますね。すごい。 C12 って私は知らないな。これ食堂車ですね。あ、懐かしい。食堂車、食堂車憧れてたんですけど、一回も乗れないで終わってしまった食堂車ですよ。カーテンしてあって中見えれないですね。これは何だろう。これはわ、キハ22ですよ。わ、すごい。急行いぶりとかでしょこれ。わあ、すごいな。ああ、懐かしい。私も幼少の頃乗ったような気がします。 ED75 っていうね、僕見たことはどうだったかな。あ、なにこれ。郵便車かなんかですかこれ。ディーゼルの荷物車とかあったんですかこれ。あ、初めて知りましたね。これはすごい。あ、もうね、急行ね、これ急行千歳。いやーね、キハ27急行ですよ。ムララン行きだって。あ、グリーン車。そうそう、急行にもグリーン車あったんですよね。なんかどんなんなんだろう。映せるかな。あ、結構いい席ですよね。あ、なんかなかなかちょっと中は映せなさそうです。あの SL が走るんですね、まもなく。ちょっと楽しみです。すごい、急行利尻とかありますよ。稚内行きだって。あ、すごい。あ、これは客車の方ですね。寝台車ですよね、でも。いや、これすごいですね。いや、カーペット車じゃないですか。違ったかな。
いや、これは懐かしいですね。北海ね、キハ82ですよね。確か北海って函館から山線通って網走か釧路の方に行くんですよね。どっちか行くんですよね。いや、すごいな、これね。座席すごいんですけど、リクライニングできないタイプなんですね。いや、昔こんなんだったんだ。うわ、すごいですね。これもしかして、あの普通列車の長距離列車ですか？ちょっと私は詳しくないので分かんないんですけど、オハ36ってどうなんですかね。これは何の列車なんですか？救援用って何だろう。こういうのあったんですか？全然知らないです。これは何をする機械なんだろう。すごいですね。今は多分こういうのないですよね。何に使われたんだろう。あ、これはもう使われなくなって今はないですよね。車掌室、昔は必ず貨物列車に車掌室あったんですよね。あ、車掌室の中身初めて見ましたよ。こんな感じなんですね。さあ、小樽といえばやっぱり老舗のパン中ですよね。でもね、今日休業日だったんですよ。残念。いやー、3年ぶりにやってまいりましたよ。中華食堂老舗の軒園です。私ここ来たの、コロナに始まったばかりの2023年1月ぐらいですかね。ここに来たらやっぱりあんかけ焼きそばですよね。小樽のソウルフードです。いや、ボリュームたっぷりで最高。お腹も空きました。いただきます。さあ、からしをつけていただきましょう。いつも混んでいますが、並ぶ価値のあるお店ですよ。ぜひ行ってみてくださいね。皆様、今日の動画いかがでしたでしょうか。私はここからバスに乗って札幌へ帰ります。列車との違いを少し取材してみました。また別の動画でご紹介いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。